イエールは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、バール県のコミューン、トゥーロンの東 16km ほどに位置し、時には、イエール・レ・パルミエと称される。二つの小郡の郡庁所在地であり、市街は、合法川川口と地中海に面する。イエール・レ・パルミエとは、約7000本のヤシの木がコミューン内に植栽されていることと、育苗業が盛んであるために付けられた愛称である。1887年イエールにて、ステファン・リエジャールは、コート・ダ・ジュールという言葉を生み出した。ジアン半島ピエトンヌ通り、イエールという名は、ローマ時代の地名、アレアエから派生したものである。この都市の名は近接する塩田から生じたと見られている。イエールの名が、文献に登場したのは963年で、アイラス、またはエラスであった。1801年には、自治体がイエリーズ、またはジェルと綴った。プロヴァンス語の古典記載法では、イエラスとなり、ミストラル方言では、イエロとなった。コミューンには、イエール諸島と有名なジアン半島が含まれる。ジアン島は、本土と地中海の小島との間にある狭い海峡が、海流で土砂が堆積し、半島上の地続きとなったものである。イエール諸島には、ポールクロ、ルバン島が含まれている。リルドールという通称は、ルネサンス時代に生まれ、数箇所ある灯台の光で、結晶片岩が照らされて金色に見えたことに由来する。イエールの海岸線は 39km あり、プロヴァンス地方最南端である、プロヴァンス最古の気象台がある。コート・ダ・ジュールにあるイエールは、暑く乾燥した夏、湿度があって、温暖な冬が特徴である、地中海性気候の恩恵を受けている。1983年11月28日、時速 148km という暴風を記録した。北をモール山地で守られているイエールだが、時にはミストラルが吹く。7月から8月の平均最高気温は、摂氏29度で、1月から2月の平均最低気温は、摂氏6度である。年間の日射量は 2899.3 時間で、7月には 373.8 時間にもなる。降雨量は、年間約 665mm で、7月には 7mm 以下だが10月には 90mm を超える。年間300日以上が晴天であると市が発行する観光パンフレットに公言されているほど、天気の良い町である。イエールは 114km ある長い海岸線を持つ。ガポ川はイエール内を流れていく。中世の城石紀元前6世紀、マッサリアからやってきたギリシャ人らが地中海に飛び出た半島に商業基盤を作った。オルビアという定住地の名はギリシャ語で幸せを意味し、彼らギリシャ人はゆっくりと周辺の土地へ広がっていった。リグリア海賊の侵入に伴い、イタリア本土への航海の安全を確保するために、領保の建設が強化された。2世紀頃、この地に移り住んだローマ人たちは、ギリシャ人の築いたオルビアに近い場所に、ガレー船の基地を作った。イエールが初めて名を文献に記されたのは、ローマ教皇レオ8世の教書と、ブルグント及び、プロヴァンス王コンラートが、モンマジュール修道院へイエールを割り当てる旨示した、検証においてである。そこには塩田があり、漁業が行われていることが記されていた。11世紀初頭からイエールの地に城が築かれた。1056年の検証では、ガポ川の東にギードフォスによってサンニコラ教会が建立されたことが記されていた。1216年、レーモン・ジョ・フロワド・フォスはイエールの一部を含む資料を実母から継承したリルドールの塩田と同様にマルセイユへ売却した。1257年9月14日、フォス家は残っていた、イエール城、イエール市街、イエール諸島、イエールの土地をすべて、プロヴァンス伯、シャルル・ダンジュへ売却するよう強いられた。14世紀初頭のイエールは、プロヴァンス都市8番目の規模であるおよそ5000人の住民がいた。しかし、1347年に、マルセイユから黒死病が流行し、プロヴァンスで猛威を振るい、その人口の2、3を失った。その影響は大きく、わずか100年後には、住民が1900人程度となった。1481年、イエールを含むプロヴァンス全体が、フランス王国直轄領となった。1980年代以降、イエールはフランス南東部で最重要の育苗及び園芸産業の地とみなされている。市西部には大規模な生花市場がある。温室では、バラ、アイリス、ストレリチア、グラジオラス、アネモネ、チューリップといった多種多様な切り花が生産される。生産品はすべてヨーロッパで販売される。バール県で生産される。園芸関連の生産品は、地方生産全体の 50%、国内生産全体の 25% 強に相当する。イエールのワインは、1977年に認可されたコート・ド・プロヴァンス奥である。毎年高い評価を受ける。このワインはヨーロッパのみならず、アメリカ合衆国、日本、オーストラリアへ輸出される。ありがとうございます。